山沢聖和れから1897年3月30日は、日本陸軍の軍人。最終階級は、陸軍中将寺三味軍に等。断尺。別名、森田洲、鉄野心。薩摩藩士、山沢十大雄の長男として生まれる。母親戦争に参戦し、1869年、第一大隊五番小隊長となり、同年、五神兵として上京。 1871年、陸軍大移任官。1872年、名本官となり牧畜研究のため、アメリカに派遣される。1874年5月帰国し、同年10月、陸軍中佐に任官し、陸軍省出資、陸軍生徒取締りとして、フランスに派遣される。1877年5月から翌年7月まで、 ロ多戦争の艦線部官として派遣され、プレベン方位戦に従軍、ロシアとルーマニアから、軍港勝敗が可視される。不評第三連隊長や不評第一連隊長、この F 不評第一連隊長などを歴任し、1885年5月、陸軍少将に昇進。不評第三旅団長や不評第十旅団長、ルス不評第九旅団長を経て、1895年1月、 陸軍中将に昇進。留守大の師団長を経て、日清戦争に第四師団長として出征した。1895年12月、西南戦争、日清戦争の軍港を称されて、男爵を授けられる。明治30年3月30日公居墓所は以前は、青山霊園に1位マイナス10から1位あったが、現在は、同霊園の2位マイナス10付近にある。 立体埋蔵施設第2区に合奏されている。ありがとうございます。